昨日初めて声出しありのライブビューイングに行ったんですが、どのくらい声出していいか分からず終始ちいかわみたいになってました。どうもフルゼロと申します。今回は11月13日メダルラッシュ復刻について見ていこうかなと思います。いやー皆さんもう11月中旬ですよ。ワンピースアニメの一挙放送っていうとんでもない企画がもうワノ国に入っていたり、秋って何だったのかようわからんくなるほど寒くなってきていたりと、時間の経過が残酷に思える今日この頃でございます。まあそれは置いといてね、今回は13日に更新されたメダル復刻について、前まではショートでやっていたんですけれども、今回はねちょっと横動画でやっていこうかなと思います。先ほども言ったように昨日ライブビューイングに行って、でさらには土曜日にはね聖地である京都の方に行って充電マックス、もうそれ以上オーバーヒート状態ですので、年内5万人目指してやっていこうかなと思います。チャンネル登録高評価待っております。では行きましょう、レッツゴー。それでは一つずつ見ていきましょう。基本的には5段階評価でやっていきますので、ぜひ参考にしてみてください。まずは奇跡の一メダル、固有特性はダメ化がつくもので、最近増えてきている革命軍キャラですね。この前来たホルホルメダルとかと組み合わせますし、今後革命軍キャラが増えることを考えると、とっててもいいメダルではあると思います。ただスキル1短縮がなかったりだとか、あとは汎用メダルでこと足りるっていう点から、無理して確保するレベルではないのかなって思っています。2つ目、灌漑メダル。百獣海賊団メダルということもあって、タグが比較的揃いやすく、なかなかに使いやすいメダルではありますね。ただ王冠版メダルは他にもっといいメダルはありますし、 3% だと正直スキル短縮の方が個人的にはいいと思っちゃうので、そこそこの評価です。続いて遺贈メダル。固有特性はゲッターとしてそこそこいいんですが、 4% ってのがねちょっと使いづらいかな。タグも揃いにくいですし、優先度は低めですね。次、芸者メダル。タグも固有特性もそこまで悪くはないんですが、街道三種とかで全然代用は効いちゃうって感じです。大将戦国メダル。ジャスト回避時にスキル1短縮は配布メダル以外入手不可なので、今回のメダルの中では優先度は高い方です。ただ海軍ゾーン系大将となかなかにタグが揃いにくいので、まあ、今後キザルや緑竜メダルなんかに期待したいって感じですね。どんどん行きましょう。次は熱々メダル。まあ良くも悪くも普通。シャーロット系でスキル1短縮は珍しい方ではあるので、取っててもいいとは思うんですけれども、別にシャーロット以外で組めばいい話ですので、結論としては普通ですかね。続いてエース幼少期メダル。幼少期メダルとして組む分にはいいんですが、 1% 回復っていうのがねちょっと少ないかな。サボメダルと組み合わせれば、まあでもそこまでかな。お次は日和メダル。タグもそこまでで、固有特性も現環境そんなに満たせるものでもないので、優先度は低めです。次、幼少期シャンクスメダル。自分の中では今週これが一番いいかな。固有特性でダメ化、そして幼少期タグでもダメ化と、ダメ化メダルとしてはかなり優秀です。他のタグは揃いにくいので、スキル短縮をそこまで必要としないクイーンなんかと結構相性良さそうですよね。今週購入した方なら結構おすすめはしたいんですが、このメダルのために買うと言ったら、まあノーですね。次、菊之丞幼少期メダル。クリティカル発生時体力回復、固有特性自体レアですし、優先度は比較的高めなんですけれども、キットメダルが登場している時に始めている方が多いと思いますので、そういった方はスルーですね。持ってない方は全然交換するのはありです。次、ナポレオンメダル。ホーミーズでよだめ増加、固有特性でよだめ増加と、まあなかなかに強いメダルではあります。ただ他のホーミーズも配布メダルになってきますし、他で代用は効くように思えるので、まあちょっと微妙かな。最後、バレットメダル。今後黒ひげ白ひげの超フェスなんかが来たら流行る可能性はありますが、同じ固有特性のメダルはすでに存在しておりますので、優先度は落ちちゃいますね。投票としてはシャンクス、戦国、菊之丞あたりが筆頭になってきそうなんですけれども、別のメダルとかでも全然代用は効くので、今週の評価としては5段階中3とさせてください。無理して買うことはないかな。仮に購入したという方は、先ほどの3枚を優先して交換していただけたらなと思います。では最後にどうしようかな、こちらの戦国メダルつけてリーグ一戦だけ潜っていこうかなと思います。いきましょう。一戦アルベル使って遊んでいこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。場所は夜のワノ国ステージですね。お相手さんクラッカーとかいんのか、ちょっとめんどくさい気しますね。どうしようかな、 D 地点に入れようかな一旦。とりあえず、まあ夜のワノ国ステージではね、 B か C がすごい大切にはなってくるんですけれども、狙ってるかな、一発、ジャスト回避、一発二発、一発一発で多分撃ってくるか。ジャスト回避、うわーマジか、今のジャスト回避できないか。変に攻撃するとね、あのスキルに撃ってくるでしょう、あの輩は。だからそこは気をつけたいんですけれども、どうしようかな、めっちゃ狙ってるな。ここもらおう。
一発二発、一発二発の、ダウン C の、はい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 、ここもじゃあジャスト回避もらいましょうかね。一発チーのスキル1、ナイスバジュラング。どうしようかな、まあでも4-2になってんのか。まあここはダウンして大丈夫と。オッケーオッケー、どうしようかな。まあここ、とりあえず貯めていきましょうかね。で、後ろからあわよくばって感じではございますが、はい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 、スキルに打ち、ん、なんで今の当たってないんだ。まあいっか。まあ下がりながら、ちょっとあれはないんでね、一発ジャスト回避、一発二発からのスキル1、ナイス。やっぱね、火力鬼高いでございますよね、このキャラクターは。ちょっと下がりながら、ブースト中のクラッカーに勝てるのは多分自分では無理。まあそこはもう任せましょうかね。ちょっと攻めたいところでございますが、裏がやばそうだな。いい地点やばいな。あ、やられちゃってるか。あー、ジャスト回避。ちょっと待って、ここ、いや、それ、何やってんだお前。はい、じゃあね、ラストアルベル一戦やっていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。場所は夜のあの国ステージですね。どうしようかな。とりあえず混戦状態嫌なんで、 C 地点の方に行きたいところではございますが、あ、キングがさっきそっち飛んでるか。一発スキル1、ジャスト回避、下がりながら、ちょっと待ってよ、多分大丈夫。オッケー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 。どうしようかな。先 B 取るか。ここじゃあスキルに打っちゃいいのを通常合わせ、タゲ取っときましょうか。一発、一発二発、一発二発と、はい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 、ジャスト回避をすることによって強くなる、強くなるというか、まあ無敵がつくキャラなんですけれども、今のバジュラングはどっちのだろう。まあいいや、じゃあ D 地点の方取りに行きましょうかね。まあジャスト回避をすることによって無敵が3回つくっていうのと、あとは火力がとんでもないっていうのがこのキャラクターの特徴ですよね。特に防御力増加キャラに対しては、まあ大体ワンパンできるっていう、まあ前のシーズン114、113かなではかなり苦労したんですけれども、なんかめっちゃ片言になっちゃうね。ナイススイッチと。じゃあちょっと遠くからスキル、あ、でもシャンクスか。あれカウンター引いたら申し訳ないな。あー、とりあえずスキルに打っちゃいいの一発、一発、うお、ちょっと待てよ。一発、大丈夫大丈夫、一発二発からのここでスキル1と、ナイスケーを。どうしようかな、こっち飛んであげたかったね。まあごめんなさい。ということで、一発、ジャスト回避、一発二発の三発、一発、やばいか、ちょっと待てよ、一旦下がろうか。間に合わないか。じゃあ、もう溜まってんのか。一発二発、ちょっと待てよ、スキル2、はい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 、実況はできてないんですけれども、なんとかできてると、はい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 、いい感じいい感じ。リーチ点は溜まってるね。 OK、 だったらもう C と B 守るっていう風にしましょうかね。ちょっと後ろからのあれが怖いんですけれども、いいね。ここスキル1、ジャスト回避は無理だった。一発二発の3発、はい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 、一発二発、一発二発と、一発二発と、いい感じだね。あとはレイリーぐらいかな、怖いのは。一発、通常合わせはできなかったかな。あ、できてるか。はい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 、いい感じいい感じと。一発、これは自分が行かなくても大丈夫そうだね。オッケーオッケー、鬼郎が見てくれてると。大丈夫かな、ちょっと怖いけど。あとはニカに対してスキル1 ついあの言葉が出てきちゃいそうなんですけれども、まあノーパン、ノーパンじゃない、ごめんなさい、ノーパン、え、まあいいか、いやよくはないけど。じゃあ最後そっちに行きの、はい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 、白馬にスキルに当てのナイスKO。 結構KO したね。あ、1枚いかんかったけど、素晴らしい、強いね。